ジョン・ゲイは、イングランドの詩人、劇作家。ゲイの作品で有名なものは、ヨハン・クリストフ・テープシュが曲をつけた、ベガーズ・オペラで、マクヒース、ポリー・ピー・チャムといった、登場人物たちの名前は一般に広く浸透した。ゲイは、イングランドのバーン・スティプルで生まれ、その地のグラマースクールで教育を受けた。卒業後、ロンドンで絹織物ショーの徒弟になったが、サミュエル・ジョンソンによると、 その仕事の監禁状態か奴隷状態に疲れて、バーンスティープルに戻った。ゲイは、街で被告協会の司祭をしていたおじ、ジョン・ハマーのところにしばらく身を寄せ、それからまたロンドンに戻った。ゲイの、ルーラルスポーツのアレキサンダー・ポープへの検定は、二人の、長く続く友情の始まりでもあった。1714年、ゲイは、イングランドの田舎の生活を題材とした6つの、 パストラル連作、ザ・シェパード・エソ・ウィークを書いた。創作を進めたのはポープだった。理由は、ザ・ガーディアン紙が、統制随一のパストラル作家で真の、イングランドのテオクリトスであったポープの存在を無視して、エドマンド・スペンサーの後継者と絶賛していた、アンブローズ・フィリップスのアルカディア的パストラルを、嘲笑するためだった。ゲイのパストラルは、完全にその目的を果たしたが、 それを抜きにしても作品は、イングランドの地方の若者たちとその、恋人たちの滑稽な描写が楽しめる内容だった。ジョナサン・スウィフトの助力で、ゲイは、ハノーファー宮廷へのイングランド大使の秘書の職を得た、ことがあったが、アンジョが亡くなって3ヶ月後、公職への希望を断たれてしまった1715年、ゲイは、 ホワット・ディー・イエコール・イットを書いた。これは、トマス・オトウェイ、ベニス・プリザーブドへの特別な言及をした、当時の悲劇についての風刺劇で、おそらくポープの助けがあったようだ。しかし、ルイス・シオボルドとベンジャミン・グリフィンが、コンプリート・キー・ツ・ザ・ラスト・ニュー・ファース、ザ・ホワット・ディー・イエコール・イットで解き明かした真の意味は、一般読者には知らされなかった。 1716年には参巻の詩、トリビア、オアザ・アート・オブ・ウォーキング・ザ・スト t リー s t r e e ン s ンを発表したが、これについては、ゲイも、スウィフトからいくつかのヒントをもらってことを認めている。この作品には、当時のロンドンが、生き生きとユーモラスに描かれていた。1717 17年1月、ゲイは、スリーアワーズ・ワフター・マリッジを描いたが、これは、面白みの、ない。 花だしく下品なもので完全な失敗作だった。これにも、ポープとジョン・アーバス・ノットの助けがあったが、二人はゲイの単独作とみなされることを許した。ゲイには多数のパトロンがいて、1720年には100ポンド以上の予約支払いを受けて、ポエムズ・オン・セベラル・オケーションズを出版した。 その年、国務長官のジェームズ・クラッグスがゲイに、南海会社の株を送った。ゲイは、ポープや他の友人たちの忠告を無視して、南海会社に投資し続けたが、南海泡末事件でゲイはすべてを失ってしまった。そのショックでゲイは渋滞に陥ったとも言われている。しかし、友人たちはゲイを見捨てなかった。後の初代バースハク、ウィリアム・プルトニー。 第3代クイーンズベリー校、チャールズ・ダグラス、そして第3代バーリントン博、リチャード・ボイルはゲイを定期的にチジック・ハウスやバーリントン・ハウスで艦隊した。ポープもしきりにゲイの元を訪れ、ウィリアム・コングリーブとアーバス・ノットからは昔と変わらない親切を受けた。1727年、ゲイはウィリアム王子のために、フィフティー、ワン・フェーブルズ・イン・バースを書いた。 ゲイは当然昇進を望んだが、それを帝臣たちの卑屈さと宮廷の名誉の虚栄心の中で言わなければならなかった。そしてゲイに、まだ子供だった、ルイーズ王女付きの王室の職が打診された。しかし、ゲイはその申し出を断った。はっきりとした理由は言わなかったが、友人たちには屈辱感がその理由だろうと考えた。以後二度とゲイは宮遣いをすることはなかった。 ゲイは次の作品、ベガーズ・オペラには、政府の恩恵を得るようなものは何もなかった。サーロバート・オール・ポールをギガ化した、このバラッド・オペラは、1728年1月29日、ジョン・リッチによって上演された。リッチ・ゲイ・アンド・ゲイ・リッチという言葉を生んだこの有名な作品は、多くの点で革新的だった。この劇の風刺は二重のアレゴリーを持っていた。 ピーチャム氏とマクヒースのキャラクターは、有名な追いはぎのならず者、ジョナサン・ワイルドと、ロンドンっ子の押し込み強盗ジャック・シェパードをモデルに、している。同時に、ピーチャム氏は、ワイルドの盗みや南海会社の理事たちの罪を逃れる、ための逃亡を目入したロバート・オル・ポールを、揶揄しているとも理解された。その中で描かれた、盗賊、追いはぎたちの裏には、社会の風刺が隠されていた。 ゲイは、登場人物の道徳基準を描く中で、支配階級の腐敗を念頭に置いていたことを明らかにした。もっとも、ベガーズ・オペラの成功の一端は、ポリー・ピーチェムを演じた、後のボルトン公爵夫人ラビニア・フェントンの演技のせいも、あったに違いない。ともかくこの芝居は62夜というロングランを記録した。この作品のテーマを示唆したのは、スウィフトだとも言われている。また、 ポープとアーダスノットはこの作品の執筆中、絶えず意見を求められた。しかしあくまでゲイ単独の作品とみなすべきであろう。ゲイは、ポリー・ピーチャムが、西インド諸島で冒険するといった内容の続編、ポリーを書いた。しかし、この上演は、王室自重調によって禁じられた。ウォルポールが黒幕であったことは、疑いない。しかし、 この食券乱用行為はゲイに何の損失も与えなかった。ポリーの優れた娯楽性は1729年のポリーの予約販売でゲイが1000ポンドを稼いだことが証明している。クイーンズベリ公爵夫人は宮殿で予約購入者を募ったため宮廷を解雇された。クイーンズベリ公はゲイに家を与え、 公爵夫人は芸が死ぬまで愛情のこもったパトロンであり続けた。芸が亡くなったのは1732年12月4日でウェストミンスター人に埋葬された。墓の墓姫はポープが書き、それにポープ自身の馬鹿にした追加が続いた。ありがとうございます。